朝早くだったらそこ降りても大丈夫だから朝早く起きて降りようねって、で朝早いって言っても夜明かりで降りてるし、さあ山あの石原さんの夜だったらね、あそこからこう下の今サンサンビーチのところまでもう転げるように走って、こんな限ってないからね、もう全部草だからこれ降りてるんです。で船からすぐ見える、そして僕たちがもう降り切らないうちにババババババって弾が撃たれて、もう僕たちそれしかずっと入って、もうここから家族バラバラ、それと僕ここで着いて、誰も腹ペコ何も食べないで、僕が持ってきた芋一つこれ5つに割って食べた、この芋が忘れられない、今でも忘れられない、美味しくて腹ペコでしょ、だから、でもそれでも命があったからこそこのアジアウマできたんだってね。この兵隊たちがそこに宿してるけ、つまりテント、テント張ってねキャンプしてるけ戦争中に、でそこに10名ぐらい の兵隊たちがいて、でそれをね目がけて、今度は僕のいとこの先輩たちが親父のとこ来て、ここ攻撃したいと、もういっぺんもう行ったらすぐ殺されるからということで、親父のとこに相談できたもんだから、親父が説得して、バカよ君たちがこんなこと言ったらここに避難している人が全滅されるよと、だからそれもやらんでしっかり手の玉を持ってるの、だからそれ、ね、これ見られたらすぐ見られるから捨てなさいって、捨てさせて、それであれから1週間だな、あれから1週間にして捕虜されてる、でそういうやろうと人たちは先に捕虜されてる、僕らよりも先に捕虜されてる、で僕たちはもう最後の捕虜だったかな、ここら辺では。戦争の体験を通してこの2人の、まあ、僕らもそうですけど、若い世代に対してどういったメッセージが伝えたいですか？いや、もうメッセージは平和とは何かですよね。平和とは何か、やはり平和は戦があるから平和じゃない、戦がないから平和だというだけではいかんと思う。それで戦があったりしても平和のためにやるのか、人を脅すためにやるのか、人を苦しめるためにやるのか、戦は必ずしも武器で打ち合いすることが戦じゃないんだよ、ね、戦とはスポーツも戦と言うでしょ、勝ち負けは、ね、だから心で物事を考えて生きるとは何か、まず生かされてるのはないか、その生きるための手立ては何か、でこれから先道のことを知るためには何か、そして何をすれば平和になるか、幸せになるか、で幸せっていうのは必ずしも物がいっぱいあるから幸せだとか、
物がないから不幸せだとかいうものとは違う。幸せっていうのはその環境の中にあって心が沈まることが幸せの心なんですね。どんな環境の中にあっても幸せっていうのはある。つまり永久地になっても不幸せの気持ちもなってくる人もいるし、貧乏でありながらも幸せだというふうに思う人もいるし、人間生き方さまざまだと思うんだけど、ただ忘れていかないのは平和っていうのは本当に人を殺さないで話し合いで、そしてできることを目的にすることが僕は本当の平和だと思う。平和という言葉はみんなが使うけど、平和は手段を選ばずというのでは平和じゃないと思う。だって手段を選ぶべければ暴力でも振るって殺さん限り治らんとかいうふうになってしまうと、これ平和につながらないの。必ず沖縄のまた戦国時代の仇討ちっていうのが生まれてね、また次の世代の人がまた仇討ちで始まるとかね、こういう繰り返しになってくると平和っていうのは続かないわけよ。だからその受け止め方をどういうふうに受け止めてストップするかだ。よし俺は顔殴られたから、よし俺も今度は顎ついてやろうとかね、こういうものの考えじゃなくて、自分が可愛やられたのは自分に欠点があるからだと。ならばこの欠点を相手に分かるように僕がお詫びすればいいんじゃないかということを考えることが大事だと思う。それは親子も同じ。いくら議論してもこれは立ち上がって怒ってしまうってダメなの。幸せを求めるという心の持ち方は、私はいつも歌っている中風の歌を歌って、この中風の歌ってのは本当に考えればなんか簡単な歌詞じゃないかと思うんだけれども、これを切り詰めてやると、まことというのは何かと、そして誠というのはこれはあくまでも全てのことを誠心誠意で話すことが誠なんだね。私欲を持って話すのはこれは利害の問題になっちゃうね。お互い誠のもの心というのは利害の関係よりもお互いの幸せのためにというものの考えからすると、喧嘩をせずに最後まで話し合えばそれで解決するが、粘り強く話し合うことが大事だということを僕は言ってるんですね。まとめると、この誠一つの浮世をさめ脱いでいく言葉の合わんつく話し合いはいつも親、兄弟、あるいは孫、親戚、会社、すべての人たちこう話し合っていける自分を作っていく、友達をたくさん作る。はい、今日はご苦労さんでした。で、締めにね、中風という古典の見上がりの曲をお送りしたいと思います。まこと一つの宇宙さみぬうり言葉の合わんつく、まことこの世の中にまことというのがなければ、ね、秩序が保たない。つまりまこと一つの浮世だよ。まことという言葉があるからこそ、みんな秩序を守ってこの世の中を作ってくれたんだ。
昔も今も変わりなく、それで何か話し合った場合はお互いの意見が変わった時に、意見が合わないってことはありえないよ、話し合うことが大事だよ、印をこう抜きにして誠の心、真実の心で語ることは必ず人は成立する。
隠れて、で一回海野に行ったんですよね。けどね、すぐあのここから、うん、ヌールバカ、ヌールバカはどこですか。ヌールバカっていうのはあの岩山、岩山、イチャンマの、イチャンマから言うと陸側ですか。もちろんあの屋根、山があったさ、はいはい、石山って言ってるんですか、はいはいはい、屋根。じゃああれはもっとこの辺にあるんですかね、イチャンマ。いやいや、これイチャンマの中にあるの。あ、イチャンマの中にある、うん、じゃあこのイチャンマの中でアタイ号があって、またノロ、ヌールバカ、そうそうそう、両方あったんですよね。そうそうそう、で、その後に海の、海の、これ割と海岸に近いところですか、海の。そうそうそう、ここに行って、ちょっと最初ここの知念海のっていうところかなと思ったけど、実際の海のちょっと、もうちょっと海岸寄りですよね。そうそうそう、ここで、でこの後このさしき茨、そう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 、こんなですよね。そうそう、で、久手堅、はいはい、でここからまたイチャンマに、ここから久手堅、あ、久手堅ここですよね。うん、あ、これ先さしき茨、久手堅、1234、あの、この中で2カ所あるんですよね、この。そうそうそう、このだからここに、このここに、ここの上のここら辺に丸つけて、まあ、じゃあ ここからここ行って、ここ行って、そう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 、1234567、そうそう、で久手堅からじゃあ一山までいいですか。そう、久手堅から一山まで。トータルートは久手堅からは どの辺り通ったんでしたっけ。久手堅から、これ、これは戻るところ、これ久手堅でしょ、はい、海岸沿いですか。いやいやいや、もっと、いや、陸側から。久手堅からはね、あ、もちろん久手堅からはあの坂道、あ、傾斜、ナワンダの石があったでしょ、ナワンダの石、ある傾斜からザーッとこう、あざまに、はいはい、わかりました。じゃあ一応 ここからここに行ったのは間違いないですよね、まあ、あの大枠で こういう方向で行ったっていうのは間違いないわけですよね。そうそう、戻りはこう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 回ったっていう。そう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 、わかりました。でこっからまた火曜に、そうそう、また一応まからね、ここに火曜に、じゃあお父さんが、そう、親父が本来なら、まだ僕の上の兄がいるから、彼がいたら全部彼と相談して、親父と相談してやったと思うんだけど、うん、彼も戦地に行ってるから、うん、いないわけよ。だから親父はもうすぐ「待って」っつってからね、三振をこういうふうにくくって、うん、ギターを抱えるような感じでこうして。うん、それでそのまま船に乗せられた。僕は最初を大事に持ってた、うん、そしたら何百人かな、この船からゼロ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 降りていったら、そこに三振が一丁降りて捨てられてるっけ。じゃあの太鼓もある、うん、それで親父が「ああこれな、捨てられておく」と。チーが取れ、チーが取れ、チーがって言ったらね、あの太鼓の部分をチーが取る、このチーがだけを取って、あれも折れてるから使いなさい、そしてこのチーがを持って火曜まで、うん、で火曜で行くとこう若い17、18になる若い娘たちがいっぱいいるし、それで向こうを通じてこのテント小屋にみんな集められて、2、3日したら、呼ばれて部落内に入ってくる。でも そこにいる時に三振持っていくと分かってるから、僕の姉もいるわけですから、ね、姉が戦地から帰ってきて、
それで、お前三線持ってこい。命令した。で三線を持って浜へ行って、三線弾きなさいって言って。そしたらお姉さんたちが10名ぐらい集まって、若い男性はみんな引っ張られて、ハワイとかロスに引っ張られていないわけ。で、そこで三線弾いてください。で、僕は知らない歌だけでした。やっぱり楽器があると歌いやすいんですね。楽器があると。てんてんてんして。じゃあ、あれ弾いてくれ、これ弾いてくれって頼まれるけど。で、だ歌ってもらって、これを直して、調弦にして、それで伴奏してあげると、喜んで歌うし。うん、そうすると、もう歌いながら泣く人もいるしね。うん、自分の今考えたら自分の彼氏のことを思い出したんだろうなとかな、あんなのを思い浮かべて僕は弾いたけどね、まあ、そういう時代でしたね。だから親父はびっくりして、これ持っちゃったらもうこの三線をなくしたら困ると思って、それで自分で三線カンカラを作って、うん、僕に持たせたのがカンカラ三線最初の。だから五時作業行った時にはこれを奨励した、ある意味では、はい、分作業というのが始まってから、うちは分作業、保留の時にそれをやってるから、あの野戦用の折り立て剣の仕組み、あれ、相当最新、あれまだうちにもあるけどね、最新 の, あのスタートの。始まりです。戦後ね。今日はいろいろ一日かけていろいろ貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。いや、むしろね、こっちがお礼言うべきだよ。おかげさまでね、あそこまで行ったし、映像できたらもう全部中まで入っていって、壕の中でこんなしてるの見せたかったなと思ってたんだけどもね。結構ね、ああいうところ入っていくとまた出れなくなったりしますからね。いや僕は一回宮古でああいう雑木橋仕掛けを出ていて、ちょっと帰れなくなったらやばかったことありますから。ああそうなんとか、まあうん、まあ入っちゃうとちょっとあれなんで、まあ、やばいよ、まあ、行くならちゃんと準備していかないと。そうそう、危ないですいやというのはさ、ハブもいるからね。岩山っていうのはハブもいるから、ね、うん、それもこう。でも子供の時はさ、平気でね、キョッピョン歩いて、で今さ、皆さん靴履いてるでしょ。靴履かない、サンゴ礁なんかにバンバン踏んでね、全部潰して。だからあれよ、ズックがあるさ、あれ全部ポケットに入れて、今日はご苦労さんでした。で、あの締めにね、中風という古典の見上がりの曲をお送りしたいと思います。幕と一つの宇宙さみ、ミューディー言葉の合わん幕と、この世の中に誠というのがなければね、秩序が保たない。つまり誠一つ一つの浮世だよ。誠ということがあるからこそ、みんな秩序を守ってこの世の中を作ってくれたんだ。だから昔も今も変わりない。それで何か話し合った場合は、お互いの意見が変わった時に、意見が合わないってことはありえないよ。話し合うことが大事だよ。印をこう抜きにして、誠の心、真実の心で語ることは必ず人は成立するという形ですね。
ハワイとかですね。あの6月の8日に東京公演で、東京公演で超一回の公演をやった。その時にこれを作って持ってきて、これで実際これです。東京のプログラムあった？ママ。
修したものだけど。